というわけで、今夜もこんばんは。今夜も可愛い世界ファッションと癒されるミラクルの声、センシルさんのお時間ですよ。明けましておめでとうございます。素敵って素敵なコーデ&例のあれをですね、やっていこうと思ってるわけなんですけども、いやー本当にね、年が明けましたね。この動画をですね、今ご覧になってくれてる君もお正月満喫していますか？ですね、お正月といえばお餅って感じがしますけれどもね。なんですけども、お餅以外は結構ね、こう地域差がある感じがしますけれどもね。この動画を見てる君はお餅以外にも美味しいものたくさん食べてますか？いいですね、美味しいものをたくさん食べていただいてね、ゴロゴロしていただいて、お正月休み、そして冬休みを満喫してくださいね。ね、ゴロゴロしながら気楽にですね、ご覧いただくと幸いなんですけども、例のあれ限定化社のお時間ですよ。センシルさんでは最新の可愛い、最新の綺麗、そして最新のセクシーがもうね、光の速さちょっぱいで、年末年始からねやっておりますんで、すぐね引かなきゃなんないっすよね。ですね、今回はねもう引くの決まってます。きっと願いが叶うさね。こちらもねガチャを引いていこうと思っておりますよ。こちらですね、お正月ガチャプラス2023年1月のですねハビレガチャになってるっぽいんで、早速ね引いて今年最初の運試しをしてまいりましょう。今からですね、今夜引いていこうと思ってるガチャはきっと願いが叶うさ、こちらのねガチャを引いていこうと思ってるんですけども、新春を飾るですね、とってもね華やかなガチャになってるっぽいっすね。早速素敵なガチャアイテムの数々をさらっと拝見させてもらってから行っておりますが、さあまず1個目ですね、やっぱりアイメイク、願いが叶うウサギアイって感じなんですけれども、いやーもうねめっちゃ華やかなアイメイクっすね。髪のこうやっぱり赤いカラーをねモチーフにしたカラーなんですかね。たんですけど、最近ねこういろんなウサギさんをね見かける機会があるんですけれども、なんだろうね、あの白くて目の赤いウサギ、最近こう逆にあんまり見なくないですかね。こう久々にですね、そういうウサギさんを見たい感じもあるんですけれども、いやー今こうどこ行ったらね見れるんですかね、逆にね。そして続きまして、振り袖的なアイテムになるんですかね、梅崎定春かな。昔のですね振り袖アイテムって感じがしますね。しかもですね、やっぱり最新の振り袖アイテムだけあってポーズが変わるアイテムなんですよね。ねえ、やたんないっすかね。そして続きましても、アイメイク、ラビッツイヤーアイって感じなんですけども、こちらはさっきのですね、夢が叶うアイと違って、淡い感じのね、素敵なアイになってますね。ちょっとね、コーデしてみますか。いや、こちらもいいっすね。そして続きまして、こちらもですね、振り袖アイテムになってるっぽいっすね。ラビッツイヤー振り袖って感じなんですけれども、こっちはさ、とってもこう、なんだろうね、可愛いアレンジの効いた、今時の振り袖って感じがしますね。いや、こっちもいいっすね。そして続きまして、背景アイテムになるんですかね。明けまして、おめでとうウサギって感じなんですけれども、いやー、とっても素敵な背景じゃない？しかもめっちゃ可愛いしね。しかもさ、あの、桜がね、咲き乱れてるんですよ。ということは、春にも、使えちゃう背景なんじゃないですか。いやーちょっと今回背景欲しいかもしれないですね。次はですね、ヘアスタイルアイテムになってるっぽいですね。ピョンとロングツインって感じなんですけれども、いやーこちらもね可愛らしいカラー、そして可愛らしいツインっすよね。ねえ、いやちょっとね髪型も捨てがたいっすね。続きまして、全員アイテムになるんですかね。美しい梅の花って感じなんですけれども、ちょっと待って、私さっき桜の花って言ったんですけど、梅の花だったんですね。あーでもそっかそっか、今の時期ぐらいが梅の花の時期ですもんね。ねえ、こう1月ぐらいから4月ぐらいまでかな、あれ梅の花の時期らしいんですけども、ねえそっか、言われてみれば確かに梅の花っすね。そして続きまして、ヘアスタイルですね、ラビッツイヤーボブって感じなんですけれども、いやーこちらのボブもねとっても素敵ですね。こちらのねボブもとってもね素敵なんですけども、ねえ、いや進化マークがついてありますね。ねえ、いやこちらのアイテムのね進化後はこう当ててからのお楽しみにしたいですね。そして続きまして、アクセサリーアイテムになるんですかね。傘っぽいっすね。もこもこ梅咲く和傘って感じなんですけども、いやーあれっすよね、和傘一個欲しいなって思ったりしません？ねえ、いや私ね一個欲しいなと思ってるんですけど、ただですね、和傘ってあの普通の傘と違ってね、お手入れがね結構必要らしいんですよね。ちょっとね考え物なんですけども、でもねこうやっぱ和傘っておしゃれじゃないですか。ですね、ぜひね一個欲しいっすね。そして SR サインもアクセサリーアイテムになるっぽいですね。凛として野梅が咲くって感じなんですけれども、こちらどの辺に出てるアイテムなのかな。後ろに出てる梅の木っぽいっすね。ねえ、このポーズのカラーアイテムと合わせて腰掛けてる感じのイメージなんですかね。そしてここからですね、 R になりますけれども、 R はですねさらにさらっとご紹介させていただきたいと思います。それでですね、ラピッツモコモコファーセンシルダルマさんシリーズ、そしてツイヤーハゴイタ、梅咲くリップ、ラピッツイヤー髪飾り、初詣のおみくじ、美しき髪飾り、梅咲く厚底
草履、梅作、ラビッツイヤーサンダル、ラビッツイヤーソックス、ラビッツイヤーチークって感じっぽいですね。へえ、いや本当にね、うさぎさんと新年盛りだくさんの、そんな感じのガチャっぽいっすね。可愛いアイテム今回も盛りだくさんっすね。さあ今年1回目のどのアイテムが欲しいかなっていうね、アイテム選んでまいりたいんですけども。SR なんですけども、いや SR 今回どれ欲しいかな。今回はですね、背景か、ピョントロングツイン、こちら欲しいっすね。ねえ、いや、どっちか当たってくんないっすかね。そして R アイテムはどれが欲しいかなって感じなんですけれども、R アイテムはですね、逆にこちらのね、センシルダルマ。ねえ、こちらのね、シリーズが欲しいっすね。ねえ、こう、おみくじっぽい感じの乗り合いじゃないですか。なのでですね、こちらね、どれか当たって欲しいっすね。でも、こう、大吉がないんすよね。ねえ、こう、大吉はあれなのかな？このおみくじアイテムの大吉ってことなのかな？さあ、そして、そうはいっす、なずかさん、このアイテム当たりそうじゃないってアイテム、こちらをね、選んでまいりたいんですけども、今回ですね、ピンときたのは、ラビッツイヤーサンダル。ねえ、こちらがね、当たる気がします、ね。それでですね、今回も3回引いてまいりますんで、この動画をですね、今、ご覧になってくれてる君も、何が当たりそうかなと、ちょっとですね、予想してみてください。それじゃあ行きますよ。3連続で参りますからね。3、2、1。お！お、ソックスですね。早く着てるところを見てみたいな。やったぜ、素敵なソックスゲット。ねえ、この左側に映っているこのね、リボンがめっちゃ可愛いっすよね。張り切って2回目も引き終わりますか。いや今回はね、せめてね、あのだるまさん当たってほしいっすね。はいですね、年初って今年の運ってどうなのかなって感じで運試しねしておきたいので、ねえ、こう当たってほしいっすね。いきますよ、2回目。えい、お、ちょっと待って、これだるまじゃないよね。お、旅ですね。うわー、とっても素敵だね。やったぜ、梅作旅ゲット。いやちょっと待って、なんかこうソックス系のアイテムばっかり出てない？これ3回目もそうだったりして。それではラスト3回目も引いてもらいますか。せめてだるまさん引きたいな。えいっ！お、これだるまさんにしてはちょっとエスいぞ。お、ハゴ板でしたね。きっと君によく似合うよ。やったぜ、かわいいハゴ板ゲット。いやー、しかしこう、ハゴ板とか、タコ揚げ、そしてコマ遊び。ねえ、いや、他に何があったっけ？福払いとかカルタになるんですかね。ねえ、こう、お正月のこう、伝統的な遊びって、しばらくやってない気がしますね。ねえ、この動画を見てる君も、今年の正月はちょっとね、到来してみるのもいいかもしれないっすよ。そう、戻ってまいりました。いやー、新年1個目のガチャはですね、ソックス系のアイテムがたくさん出たんですけれども、ねえ、これあれじゃないですか。足元に気をつけようみたいなことなんですかね。ねえ、そういうメッセージをね、受け取りましたよ。私はですね、結構なんだろうね、すごい寒波が来てるらしいので、なのでですね、本当にね、私だけじゃなくて、この動画をですね、今、ご覧になってくれてる君も、足元、お気をつけになってくださいね。でですね、あとこちらになりますね。こちらですね、私の、センシルさんの相手のプロフィールになっておりますんで、よかったらですね、フレンドさんにも、なっていただけませんか？ツーブで、毎日センシルやってる夏香です。よかったら、動画も見てみてね。そして、チャンネル登録もよろしくね。マジ本当によろしくね。いいですね。新年1個目の動画だったんですけれども、ねえ、今年もですね、張り切ってやってまいりますんで、この動画をですね、今、ご覧になってくれてる君、今年もね、ぜひ、よろしくお願いいたします。という感じです。私はまた、次の動画、イエスだ。次の夜に、またお会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた、次の夜に、